ソーゾデッド。
法の使用に制限はないか。え、誰？お前は思考の御方によって創造された存在だと主張していたが、他の NPC の名前がマスターソースに表示されていないだと。これは死亡ということ、全滅したというのか。この状況は、メッセージ、先ほどまでの実験で魔法の使用は可能だった。メッセージが届かないということは、やはりそうか。仮に敵衆だとするなら、敵勢力の規模は相当のものだろう。それに、あの日そうだな。なぜ私とお前だけが無事なのは当然って、どういう表ならば、お前が死亡していないのはなぜだ。お前が NPC だというなら、お前の創造者は誰だ。そうか、モモンガ様、私は一体。復活は可能か。装備品まで付属しているとは、何らかのバグが発生しているのか。ありがたい話ではあるが。私を復活させてくださったのですね。
ナザリックの貴重な資金を私などのために浪費させてしまい申し訳ございません。さて、重ねてお詫び申し上げます。何が起こったのか一切記憶に残っていないのです。そうか。はい、私と同じくヘロヘロ様によって創造されたものです。役職は確か外交官補佐代理です。ほう。ヘロヘロ様は対立をあまり好まなかったようですので、想像された詳しい経緯までは私も存じ上げておりませんが、錦遠来様と獣王メコン川様も関わっていらっしゃるそうです。お二方に想像されたものであれば何か知っているかもしれません。そうか。お前たちに尋ねたいことがある。どうした？あの明滅は一体復活に呼応したのか、それとも別の理由か。何？玉座の間にポップしただと？モモンガ様、お下がりください。チェインドラゴンライトニング。魔法もスキルもあらゆる力が失われております。なんだと？マキシマイズマジックリアリティスラッシュ。さて、フレアですよ。お前たちも下がっている。あのモンスター私が相手をするとしよう。これは。モモンガ様のお手を煩わせてしまい申し訳ございませんでした。よい。ユグドラシルではこのようなことはなかったはずだが、バグか、それともこの世界はやはりユグドラシルではないのか。これまで一度も起用されたことはなかったはずです。アッシュール・バニパルから外に出ていないのであれば、心当たりがないのも無理はないかと。そうだな。モモンガ様、私は一体。さて、
な。ああ、神聖にして犯すべからざる玉座の間に賊の侵入を許すとは、全ては守護者統括たるこの私の責任です。かくなる上はこの命をもって。待て、待つのだアルベドよ。落ち着け。お前の責任を問うているわけではない。私はただお前たちの命を奪い、ナザリックを荒廃させた侵入者たちの正体を突き止めたいだけだ。承知いたしました、モモンガ様。この命に代えましても賊の正体を突き止めてご覧に入れます。御身の前に引きずり出し、私たち自らの手で最大限の苦痛を与えることをお約束いたします。なんだと。これは意外だな。先ほどのモンスターとは異なり、標準の意思を示しているようだ。これはまるでガチャだな。ゲームじゃあるまいし。モモンガ様。ああ、それは、さて、モモンガ様。ああ、それは人選はいかがいたしましょうか。お許しをいただけるのであれば私が選び出しますが。モモンガ様。ああ、それは お前たちは我が盟友の子。お前たちが死ぬところなど私は見たくはない。御方のご厚意、誠に嬉しく思います。ですが、ナザリックに牙を向いた者がいる以上、手をこまねいているわけには参りません。至高の41人の中で、モモンガ様はただ一人、ナザリックに残ってくださった方。御身に迫る危険は、何としてでも取り除かねばならないのです。
あなたはホムンクルス。人間とそれほど変わらぬ力しか持たないはずです。さして戦闘能力を持たないあなたに何ができるのですか。そうか、面白い。私のために働いてみるか。